レガシーは、スバルが生産、販売するセダンである。日本国内においては、販売が終了している。スバル1000から始まる水平対抗エンジン、レオーネで実現された 4WD セダンという、自社の特色として持っていた、エンジン、駆動系を採用することで、販売像へと、つながり、国内販売を回復させ、1980年代の、倒産危機から、 当時の富士重工を救った車両である。アルシオーネ SVX の販売終了以降は、スバルの機関車種となった。ツーリングワゴンをはじめ、アッパーミドルサルーンの B4、ステーションワゴン型 SUV のアウトバックなど、いずれのバリエーションも日本国内外で高い人気を誇ったが、ツーリングワゴンモデルは2014年以降、インプレッサーを元ととしたレボーグが後継者となっている。 2020年6月22日をもって、セダンモデル B4 の日本国内向けの受注を終了した。ワゴンのクロスオーバーモデルであるアウトバックは引き続き販売が継続される。当時の富士重工業は、好調なアメリカ向けの輸出への過度の依存による組織の硬直化が進み、1980年代末には、専門誌や新聞等で公然と他社による買収や、吸収合併、 倒産の危機が報道されるほどの厳しい局面を迎えていた。倒産危機からの打開を図るべく、開発主管制度の導入、開発部門の連携強化等、大規模な組織改革が断行され、開発コード44バイトとして開発が進められたのが初代モデルである。開発プロジェクトの総括責任者は中村隆夫。百六十六年発売のスバル1以来、 改良を繰り返しながら長年使われてきたプラットフォームからようやく決別し、すべてを完全新設計で作り上げた。新開発のボディは、くさび型をモチーフに、グリスターフェンダーが与えられ、各ピラーを黒色処理とすることで、ガラスが連続する航空機のキャノピーを連想させるもの、アルシオーネで用いられたデザインテーマを継承した。デザインワークには、 ジョルジェット・ジュージアーロが関与したとも言われているが、純然たる社内デザインによる策である。チーフデザイナーを務めた杉本清によれば、スケッチの段階までジュージアーロとコンタクトがあったものの最終的に社内でデザインが進められたと語っている。特に4度アセダンでは、デザイン上の特徴として、リアサイドウィンドウとクォーターウィンドウの下場を段付け勝利、ツーリングワゴンでは、 クォーターウィンドウとリアウィンドウの下場を段付け処理している。なお、オーストラリア向けであるリバーティは、セダンのリアのバンパー造形並びに、プレート位置が異なる。1991年のマイナーチェンジで、セダンの段付けの修正が検討されたが、大幅なプレス部品及び、ガラス部品の変更が必要なため断念したと言われている。レオーネと比較して、全長で、 約 140mm、全幅で約 30mm、ホイールベースで約 110mm をうが高かした。レオーネに引き続き用意されたツーリングワゴンには一つの伝統として二段ルーフが採用され、最上級の VZ にはルーフレールが標準装備された。ただし輸出向けツーリングワゴンには単にワゴンと呼ばれ、二段ルーフを採用していないモデルもある。 エンジンは、新開発の水冷水平対抗4気筒エンジン EJ 型を搭載。EJ20 のシリンダーブロック、シリンダーヘッドは、レオーネの EA 型と同じく総アルミ合金製で、ペントルーフ型燃焼室、センタープラグ配置、クロスフロー方式である。また、全車に4バルブヘッド及び電子制御インジェクションを採用している。クランクシャフトアゴベアリング支持で、 バルブ開閉機構には AGLA を設ける。さらに、クランク角、センサー、カム角センサー、ノックセンサーからの信号を、エキュで、学習管理、点火時期を決定する電子制御点火方式を、とっている。RS グレードに搭載された EJ20 ターボは 220PS を叩き出し、これは発表当時のクラス最強であった。トランスミッションは、FF4WD とも、 5速 MT と4速 AT が用意された。4WD-5 速 MT 車には、セレクティブ 4WD とフルタイム 4WD があり、1.8L、ミノミ、セレクティブ 4WD となり、同排気量の DI を含む他の 4WD-5、足 m t 車は、フルタイム 4WD となる。RSK と GT は、リアデフに、ビスカスカップリング LSD を備える。 AT は、油圧多板、クラッチ、MPT をトランスファーに用いて、前後輪の回転差、車速、スロットル回路等から前後輪へのトルク配分を、前輪、後輪イコール6、4を基本として、自動かつ、無段階に変化させる、アクティブトルクスプリット 4WD を採用している。サスペンションはフロントが、L 型ロアアームを用いた、コイル、ストラット、リアが、 ラテラルリンク2本を配したコイル、ストラットを採用している。また、前後ロールセンターを結んだロールアクシス軸を最適化することによるアンチダイブアンチスクワットジオメトリーによって加速、ブレーキング時の車体の姿勢変化を少なくしている。ツーリングワゴン VZ には EPS を装備した VZ エアサスもあった。テストドライバーのチーフは 車両研究実験部のドライバーである、辰巳英二が担当した。テストコースだけではなく世界中のあらゆる道を辰巳が実際に走り込み、開発チーム全員の意見をまとめた最大公約数ではなく、辰巳ただ一人の高度な見識、技術と感性でハンドリングの最終セッティングが行われた。これは、スバル社の開発として初の試みであり、 後年のスバル社の開発思想が大きく変わるきっかけとなった。こうした転換の背景にあったのは当自動車の主要株主だった日産自動車が実施していた901運動だった。販売終了前月までの新車登録台数の累計は約268,367台。開発主冊は土屋隆雄開発テーマは継承、熟成。 バブル期に開発がスタートしているにもかかわらず、同時期の同格多車車両が一様に各複酸、ナンバー化、大排気量化の道をたどったのに対し、5ナンバー枠ーサイズと 2L 以下の排気量を守っている。結果的には、5ナンバーサイズでありながら上級クラスに負けない走りと、室内空間を実現しているという評価を得て、そのことが2代目、レガシーの最大の特徴となり、 商業的成功につながった。内外装のデザインには、元メルセデスベンツのチーフデザイナー、オリビエ・ブーレイが参加し、社内スタッフと共に作業を行った。4度ダンは6ライトのウィンドーグラフィックはそのままに、A、C ピラーの黒色処理をやめ、リアホイールアーチ真上の C ピラー根元を太くすることで、視覚的な力強さを表現した。一方で、ツーリングワゴンは、 サイドからリアまで回り込むウィンドウデザインやステップアップしたルーフ形状など成功作となった仙台と共通するイメージを採用した。またフロントグリルにはスバルフォルティシュもマイナス1から想起されたという台形デザインが新たに盛り込まれており、この台形グリルは次の三代目レガシーや同時期のインプレッサなどにも波及した。ボディモノコックの基本構造は初代 BC、 BF 型を引き継いでいるが、初代と比較して、ボディの曲げ剛性及びねじり、剛性が向上している。全長は 60mm 延長されているが、2580mm から 2630mm へ 50mm 延長された、ホイールベースにそのほとんどが費やされている。B ピラー直後のフロアが延長され、主に後席の居住性の改善に主眼が置かれた。 車両重量は、前期型で 1460kg なのに対して、後期型でも 1460kg と普遍であり、ボディサイズの拡大や安全対策の追加に伴う重量増を、ボディの構造や、各部材の見直しにより、全モデルで30から 40kg 軽量化することにより対応した。水平対向4気筒 DOHC、ターボエンジン EJ20G は、 シーケンシャルツインターボを採用した、ニステージツインターボの EJ20H へと進化した。ニステージツインターボは、低回転域では、プライマリーターボのみで下級し、高回転域で、あらかじめ下級したセカンダリーターボも連続して合わせて、働くもので、A、R 比は BC 型、RS の20に対し、低回転域で12、高回転域で24に設定し、高出力化と、 全回転域での応答工場を狙った。インタークーラーは EJ20G の水冷式からインプレッサと同じ空冷式に変更され、初代の水冷式から 4.5kg の軽量化を果たしている。EJ20H は BC、BF 型 EJ20G から一気に出力で 30PS、トルクで 4.0kgM の大幅なスペック工場を果たしたが、 最大トルク発生回転数が 1000rpm 上がり、この下と領域回転数付近で、いわゆるターボ切り替えの行き着きや、トルクの谷間が指摘された。なお、マイナーチェンジで登場した EJ20R を搭載した GTB 及び RS の MT 車は、一般量産 2.0L 車としては、世界で初めて最高出力 280PS に到達した車である。 2.0L ターボ AT 車にアルシオネ s v x で採用されていた VTD-4WD を、それ以外の AT 車にアクティブトルクスプリット 4WD を搭載している。2.0L ターボ MT 車にはリアにビスカスカップリング LSD を装備している。また、日本の FF 車としては初の TCS も用意された。サスペンションは初代のフロント、リア、 ホイル、ストラットの形式を踏襲している。ジオメトリーの変更、摩擦の低減、ピストン工程の延長などの熟成が行われた。また、リニアコントロールバルブ付けショックアブソーバーを全車種に採用し、微小作動領域での減衰力の変化が滑らかになっている。ツーリングアゴンブライトン、ブライトン222は、車高調整及びセルフレベリング機能付きのエアサスペンション、 EPS が用意された。ツーリングワゴン 250T を元に車高を上げ、フォグライトを埋め込んだバンパーなどを備えて、クロスオーバー SUV 的性格を与えたアウトバックを1995年からアメリカ向けに展開した。これは日本でも1995年8月、グランドワゴンとして発売された。日本国内における売上比率はそれほど、 高くなかったが、郊外に未舗送路が多い北米で大ヒット。その後、アウディ、ボルボなど多くのタメエカーから同様のコンセプトを持つ車両が相次いで発売され、ステーションワゴン型クロスオーバーの先駆けとなった。販売終了前月までの新車登録台数の累計は495,471台開発士官はカツ勝がる。開発コンセプトはレガシーを極める。 1998年6月に登場。このモデルチェンジで FF 車が廃止され、全グレードが 4WD となった。全幅を 1695mm とし、先代に引き続き5ナンバーサイズを維持している。セダンはワゴンに半年遅れて発売され、新たに B4 のブランド名が与えられた。B4 はスポーティグレードのみの設定とするなど、 ツーリングアゴンとの差別化が図られ、その後、スポーツセダンマーケットの代表車種として認識されるにまで成長して4代目以降に引き継がれている。1998から 1999RJC ニューカー・オブ・ザ・イヤー受賞。エクステリアにはヘッドランプは上下二等タイプを採用。上級グレードには HID ランプが採用された。 内装もアメリカのハイエンドオーディオブランドであるマッキントッシュ製オーディオがメーカーオプションで設定された。また、高い衝突安全性能が重要視される時代に登場した本モデルだが、自動車事故対策センターが1998年と1999年にテストした衝突安全性能試験では、格上の3.0リットル級高級車両をしのむプル a の成績を 運転席、助手席ともに参加車両中で唯一獲得した。なお、モデル途中から、ツーリングアゴンのルーフレールは埋め込み式になった。PD、PG 型に引き続き、EJ20 型エンジン及び、e、EJ25 型エンジンを搭載。ターボモデルは先代に引き続き、2ステージツインターボを採用。また、ランカスター用に3.0リットルの e j 3 0型エンジンが、採用された。 その後 EG30 ーー型は B4 とワゴンにも搭載された。EG30 ーー型を搭載した B4 の RS30 は富士重工としては初の大廃棄量セダンとなった。リアサスペンションがマルチリンク式に変更され、ストラットタワーの張り出しをなくすことで、ラゲージスペースの最大容量は先代よりも大幅にアップしている。全モデルに引き続き、 ビルシュタイン製ダンパーも上級グレードに採用された。プレミアム性の高まったこのモデルではポルシェデザインが監修したエアロパーツをまとった限定モデルブリッドソンは2000年より毎年限定生産された。専用の鮮やかな赤いカラーを施されたものは数が少なく5速マニュアルは特に希少とされる。またモデル末期には開発主査 カツラがマサルの強い意志により、STI によるスペシャルチューニングを施した、レガシー S401ST バージョンが400台限定で販売された。エンジンは熟練工による手組み、バランス取りなどが施されており、これに伴い、ヘッドカバーも黒からシルバーへと変更され、シリアルナンバーが入っている。六千四百 r p m で九十三 p s を発生させ、 4400から 5600rpm の幅広い回転域で 35.0kgm のトルクを発生した。車両形式も変更され、GH ベスとなり、車体番号は、ベス -002001 からとなる。また GD 型インプレッサー WRX-STI で採用される6速 MT を搭載し、ブレンボ車製のブレーキや、 S401 専用パーツなどが与えられた。286台で生産を終了。ランカスターを元にした4ドアピックアップトラック、バハという派生モデルも存在する。2002年に登場した、この車種は北米での未生産、販売が行われ、BL、BB 型へのモデルチェンジ後も2006年まで継続生産された。ちなみに3代目レガシー系列で、 ターボエンジンが設定されたのは、北米市場ではバハのみである。b e b h 型発売直前の1998年4月23日には、アメリカコロラド州の公道での速度記録に挑戦し、1km の区間平均速度で時速 270.532km を達成。自らの持つ、ステーションワゴン多量生産者無改造部門における。 世界速度記録を更新した。販売終了前月までの新車登録台数の累計は256,849台開発責任者であるプロジェクトゼネラルマネージャーは清水和義。欧州市場への対応、衝突安全性能向上のためボディの全幅を先代より 35mm 増やしている。これにより3台目まで維持していたこナンバーサイズボディは 三ナンバーサイズとなった。このサイズ拡幅と、とも三代目に非脂質感を増した内外装のデザイン、AT の5速化等によって、プレミアム性をより一層高めたモデルへとした。このモデルより生産が日本とアメリカの2カ国体制となる。ボディ剛性の向上、安全装備の充実、ターボ車及び6機等車の AT の5速化を図りながら、アルミニウム等の軽量パーツや高調力鋼板を、 各所に導入し、三代目と比して、グレードによっては1 0 0ラム近くの軽量化を達成している。三ナンバー化によって、対衝突設計の自由度が高まったことなどから、軽量化を実現した。また、車体幅を増加で、前輪高くが確保できるようになったため、最小回転半径は5.6メートルから5.4メートルに小さくなった。二代目、三代目と低速。 低回転時のトルク確保のために採用していたに、ステージツインターボだが、加速が息をつくことを指摘され続けていた。本モデルでは、初代以来のシングルタービンが採用されたが、ツインスクロールターボによって、わずか 2000rpm で 30kgm を超える最大トルクを発生させ、高回転仕様の水平対向エンジンと、シングルタービンの弱点を克服した。また、 ドライブバイワイヤ機構、エレクトロニックスロットルチャンバーを採用し、電子制御式スロットル仕様となった。これらにより以前からの EJ20 型エンジンもパワーに、加えスムーズさや低燃費をも兼ね備えた。また、すでにインプレッサの STI モデルで先行採用されていた、当庁と爆液ゾーストマニホールドを採用。これにより水平対向エンジンの宿命と言われた、排気干渉を防ぐとともに、 燃焼効率の向上を果たした。なおインテークマニホールドを樹脂にすることで複雑な形状の成形にも成功した。欧州では2006年にドイツ向けを中心とするディーラーオプションとして LPG とのバイフューエルとなるスバルエコマチックが投入された。取扱い全車種に LPG バージョンを設定したのは欧州スバルが最初である。 2006年5月のマイナーチェンジに合わせ、一部グレードのエンジンのシリンダー検索にエレットホーニングを採用する。これにより1気筒あたりの加工時間がほぼ半減されたほか、シリンダー壁面の面相度や加工精度の向上により、同排気量の他社製エンジンに水をあけられている燃費改善の一助とする。 2008年には量産車用としては世界初となる水平対抗ディーゼルターボ仕様も欧州向けに発売されている2.0リットルの排気量から 150PS の最高出力と 35.7kgm の最大トルクを発生。ハイガス規制は EU のユーロ4に対応している。STI による限定コンプリート車として2007年にチュ n e t h STI 2008年に S402 が発売された。どちらも元富士重工業車両実験部のチーフテストドライバーである辰巳英二によってまとめ上げられている。チューンドバイ STI は専用のビルシュタイン車製ダンパー、フレキシブルターバーなどを採用したほか、タイヤサイズが変更され600台の限定販売。S402 はエクステリアおよびインテリアに専用装備が採用され、 二百三十五四十 r 十八というタイヤを収めるために、フロントには片側二十ミリメートル拡幅された、グリスターフェンダーが装着された。パワーユニットは輸出用の水平対四気筒二点五リットルターボを改良し搭載。チューンドバイ s t i 二千七で採用された、フレキシブルタワーバーのほか、新たに採用されたフレキシブルローアームバーと、フレキシブルフロアバーにより、応力を、 イナスセッティングが施されている。また、BBS 製ホイールやインプレッサタイプ RAR で採用されたブレンボ製ブレーキディスクと対抗6ポットモノブロックキャリパーが採用され402台の限定生産とされた。B4 の 2.0GT が高速道路交通警察対応のパトカーとして2007年に国費導入されており、これは近年の警察車両では 珍しい MT 車となっている。レガシーは過去3回のフルモデルチェンジを4から5年で行ってきたが、スバル発のミニバンである x c がの開発があったことと、BP、BL 型の完成度の高さから安定して人気を保っていたためか、この台は約6年にわたって販売が続けられ、歴代の中でも最長のモデルライフとなった。戦術した通りこの形式から、 日本国内向けモデルはすべて当聴エキゾーストマニホールドを採用したため、先代まで続いた独特な排気音は消滅してしまったが、限定モデルのアウトバック 2.5XT のみ、不当聴エキゾーストマニホールドとシングルスクロールターボの組み合わせを採用した日本、国外向け EJ25 ターボエンジンを転用したため、ボクサーサウンドを聞くことができる。 販売終了前月までの新車登録台数の累計は288,889九2009年春に開催されたニューヨークオートショーにて5代目となる新型レガシーのプロトタイプが公開された。プロジェクトゼネラルマネージャーは2009年4月より富士中工業執行役員スバル商品企画本部長 STI 社長兼任の実月武氏。 北米からの要望に応え、仙台に比べ車体を大きくしたことで、室内長、室内幅、室内高が広くなり、十分にゆとりがある、室内空間を確保、最小回転半径5.5メートルと取り回しの良さも実現している。車体の大型化にあたっては、標準ボディを車幅1780ミ、mm、リメートルで設計し、北米仕様及びアウトバックは、 フェンダーの拡張で 1820mm としている。一方で、各グレードにおいて仙台より約 100kg の重量増となった。仙台に引き続き、生産は日本とアメリカ合衆国の2カ国体制である。また、電動パーキングブレーキの採用でハンドレバーがなくなり、センターコンソールのレイアウトに余裕を持たせた。レオーネ以来の伝統であったサッシュレスドアが廃止され、 一般的な窓枠付きのドアになったことで、ドアの合成アップと開口部の拡大につながっている。ドアノブもこれまでのフラップ式から、バーグリップ式に変更された。ツーリングアゴンにおいては同じく、レオーネ時代からの伝統であった D ピラーのブラックアウトが廃止され、ボディ同色とされた。また、エンジンフードはコストを削減するためアルミ製ではなく、広範製となった。 エンジンは4代目モデルから大型化し、2.0リットルは廃止され、2.5リットル水平対向4気筒、サイチェシーエンジン、2.5リットル水平対向4、気筒 DOHC、ターボエンジン、アウトバックのみに設定する3.6リットル水平、対向6気筒 DOHC エンジンの3種類とした。2.5リットルのサイチェシーエンジンには縦置き、 パワーユニットを搭載する量産4輪駆動車としては、世界初のチェーン式のバリエーターを採用した CVT、リニアトロニックを新たに設定し、オーバードライブ走行時の燃費向上や、パドルシフトの採用で0.1秒以下の素早い変速を実現した。このモデルから MT 車が2.5リットルターボ車のみの設定となった。シリーズ全、グレードオーディオレスであるが、 メーカーオプションの HDD カーナビゲーションシステムについては、高精細8型 VGA ワイド液晶ディスプレイに、高速 CPU と大容量 HDD の採用により、快適な操作性を実現。また、セットとして、オーディオリモートコントロールスイッチやリアビューカメラ、AV 入力端子などが装備された。またメーカーオプションのナビ選択時に2種類のオーディオから選べるようになる。 米国フスは2009年8月27日、スバル、レガシーとアウトバックを2009トップセーフティピックに選定した。全面衝突の各項目、側面衝突、ボディ構造での各項目においてすべて U の評価となった。2010年1月21日スバルコリアを通じて韓国で発売を開始することを発表。 同年4月末より発売を開始。なお、投入されるのは B4 のみで、韓国内において、ツーリングワゴンは人気薄のジャンルであるため投入されない。ただし、ツーリングワゴンと共通のボディを有するアウトバックは投入される。ヨーロッパ仕様においては、2.0リットルの DOHC 自然吸気ガソリンエンジン2.5リットルのサイチェシ自然吸気。 ガソリンエンジン2.0リットルの d o h c ディーゼルターボエンジンが設定されており、MT 車のラインナップが豊富である。6代目の日本仕様はツーリングアゴンが廃止され、4ドアセダンのレガシー B4 とクロスオーバー SUV のレガシーアウトバックの2ボディ構成となった。なお、海外仕様は先代に引き続き、レガシーの名称で販売される。なお、香港では、 レガシー B4 についてもベル。フロントはバンパー一体型ヘキサゴングリルとホークアイヘッドランプによってスバル車のファミリーフェイスを構築しリアコンビランプはヘッドランプと共通のモチーフを採用。また塊感のあるフォルムと伸びやかなキャラクターラインによりたくましさと機敏な走りの両面を表現した。ボディサイズは 仙台に対して全長は 50mm、全幅は 60mm 拡大された。なお、全高は 5mm 低くなり、ホイールベースは仙台と共通の 2750mm である。インテリアでは、筒型2眼メーターを採用し、メーター中央にアイサイトや SI ドライブの作動状況を表示する、大型カラー液晶マルチインフォーメーションディスプレイを搭載。リミテッドは、 メーターリング照明も装備した。また、ダッシュボードをソフトパッド化し、クッション圧を増したアームレストを採用する等、インテリアの品質も向上。内装色はブラックとアイボリーの二色展開とした。さらに、日本仕様のスバル車では、初採用となるハーマンカードンサウンドシステム及び SD ナビゲーションをメーカーオプションに設定した。 A ピラーの付け根を全出しすることでキャビンを拡大するとともにドアミラーのショルダーマウント化やフロントパーテーションガラスの採用によりドアミラー前方の死角を減らし前方視認性を向上。また、前席はシート間距離を広げドアトリム構造を見直すことで着座時のスペースを拡大。後席も前後席間距離の拡大により足元スペースを拡大した。エンジンは 仙台から継続搭載される水平対向4気筒2.5リットル FB25 型のみとなり2.0リットルターボエンジン FA20 型は廃止された。また北米市場を中心とした海外仕様では仙台に引き続き水平対向6気筒3.6リットルエンジン EG36 型を設定している。f b 型は形式名こそモデルと共通だが 約8割の部品を新設計とした改良型である。吸排気系、燃焼系を中心に大幅な進化を織り込むことで、実用域での扱いやすさや軽快な走りを維持しながら燃費性能の向上を果たしている。また、チェーンの駆動音やピストン、オルタネーターなどの作動音を低減することで、静粛性を高めるとともに、エンジンフィーリングの上質感を高めている。さらに、 吸気音をチューニングし、心地よいエンジンサウンドを実現している。最高出力は、プラス 2PS、プラス 2kW の 175PS と、わずかに向上。最大トルクの数値は2 4 0キログラムフォース、m で、先代から変化はない。リニアトロニックにも改良が施され、アクセル回路によって、変速特性を切り替えるオートステップ変速制御や6速。 マニュアルモードのパドルシフトを採用。また、トランスミッション内部のフリクション低減により、燃費性能を向上し、ダイナミックダンパーなどを追加することで、振動騒音も低減した。ボディやサスペンション取り付け部の剛性を高めることで、サスペンション部がしなやかに動く質感の高い走りを実現し、サスペンションは、スタビライザーの改良や、ショックアブソーバーの減衰特性を、 最適化し、リミテッドには、シンバルブの採用と、フロントストラットシリンダ計画台により、ダンパーのピストン速度域に応じた、減衰特性の設定が可能となる、スタブレックスライドを採用。コーナリング時の安定性と、快適な乗り心地を両立させている。ステアリングは小型、軽量、高出力性能のコントロールユニットを内蔵した、電動パワーステアリングを採用。ブレーキは、 高応答性ブースターを採用するなど、応答性、コントロール性を向上させている。安全性能では、先進安全技術であるアイサイトを大幅に進化。より広角かつ遠方まで補足し、カラー認識も実現したアイサイトに発展。総出支援機能である、アクティブレーンキープをはじめ、AT5 更新抑制制御、ブレーキランプ認識制御などの新機能を追加したほか。 プリクラッシュブレーキや全車速追従機能付けクルーズコントロールの性能向上を図っている。また、旋回時のトレース性を高めるアクティブトルクベクタリングを新採用したほか、ホットプレス製経済をはじめとする高張力鋼板の採用範囲を拡大することで軽量化を図りながら全方位からの衝突に対してトップレベルの安全性も両立した。 2019年2月に発表され、同年秋から販売を開始した、レガシー B4GT300。ありがとうございます。